はい、どうもハピネスダークのハピネスです。今回ソーティー攻略はですね、ネクロス先生を使ってね、ヘルミンスでいじった感じでね、まあ、かなり実用的な感じで、今回のは特に好きですね。まあ、ネクロスが便利っていうのもあるんですけれども、最初の耐久ミッションはですね、まあ本来のね、ネクロスの持っているアビリティを使いながら、あとマグのね、一番にマグの、プルっていうね、アイテムを引き寄せたりとか、アイテムっていうか敵を引き寄せたりとか、そういうことができるような、スタイルで来てます。で、さらにはね、増強モッドのおかげでアイテムも引き寄せることができるという感じ。まあセンチネルのね、アニマルインスティクトとかバキュームとか、まあなんかそのあたりとか、いろいろあるんですけれども、あ、バキュームか、そうそう、引き寄せるのはね、まあそれを使ってね、引き寄せることはできるんですが、より広い範囲でエネルギーオーブとか、生命維持装置とかいろんなものをね、引き寄せると。で、引き寄せてすぐ、テリファイっていうね、敵の走行、逃げ惑うよみたいな、走行値下げるよっていうアビリティをネクロスが本来持っているんですが、敵を引き寄せておいてあっち行けってやるスタイル、もう単純に面白い、もうギャグか何かかって思うぐらい便利。で、おまけにアイテムも引き寄せて、こけるわ、逃げるわ、引き寄せられるわ、死神アビリティで仲間も出てくるわ、で、硬いわ、死なねえわの、もう最高の死神スタイルですね。これ詳しく後で、ビルド紹介やっていきますので、楽しみにしていただければと思います。で、2つ目は救出ミッション。まあ別に救出ミッションはそんな特筆、いつもですけど、いつものごとく特筆するような感じではないんですが、まあせっかくなのでネクロスの、アビリティを使ってね。で、今ちょっと映像に映ってるように、1番が、ナイダスのやつに変わってます。で、に範囲重視なので、2番のテリファイで敵を逃げ惑わせて、こっちに攻撃してこないように、で、撃破するときはナイダスの1番使ってまとめて倒しちゃおうよっていう、まあ走行値下がってるし、強力な武器やればコンボカウンターも一気に上がるし便利だよねみたいな感じで、あの相当合理的に出来上がってると思いますね、この、うん、そうだから、こうワーデンとかね、別に感染隊でもワーデンのみでも全然いいんですけれども、とりあえず1番で引き寄せちゃえば、敵にこうなんつうの、対抗されることなく一方的に撃破が可能なので、で、これ次の機動防衛ミッションでも使っているんですが、相当防衛性能に長けたネクロス出来上がってるなって思って。で、本当はね、ネクロスの1番が強くなったので変わったのでね、1番は変えずに使いたいところなんですが、まあここはね、4つあるうちのアビリティ全部比べると、まあ一番最初のね、ソウルパンチがまあ変えどころかなと思って、今回はこうしてますね。はい、まあここも今の救出ミッションと同じで、まあ今回は防衛対象、機動防衛のコンソールがあるということなので、まあ寄ってきそうな敵は、テリファイでこうあっち行けってやって、で、まあその逃げ惑うさなか1番を放って引き寄せて撃破みたいな。で、あと新規リスポーンの敵がね、テリファイにかからずはぶれてこっち来たりとか、今みたいに攻撃してくるやつがいるので、まあそういうのに関してはこう1番で引き寄せてぶっ殺しちゃっていいのかなっていう感じですね。で、今回まあ4番はわざと使ってないですね、っていうのもちょっと効果時間が下がってるから、それでアビリティを使いたくねえなと。まあ相当効率が高いんで、エネルギー効果数も絶対起きないんですけれども、エクシマスがね来ても通用するぐらいなので、絶対エネルギー効果数は起きないですね。今下にいっぱい出ているように、ずっとこれ一番最初のミッションからそうなんですが、いくら放っても消えないし、回復も早いしっていうね。まあこれはネクロスの増強モッドとか、ネクロスが持っている特性によってこのようなことが発生しているんですよね。まあ敵の撃破も容易だし、防衛性能も長けてるし、まあ、絶対クリアできるわぐらいの気持ちでいける、その安定性たるやは相当強いなと思って、これは楽しかったですね、やってて。強いとか強くないうんぬんの前に、とにかく楽しかった。だから、あ、俺合理的なアビリティ構成好きなんだなって思いましたね。全てが密接につながっていて、これはそう面白い感じですね。はい、それではこの後はね、ビルド紹介に行きたいと思います。いや、本当にね、デスポイルっていうね、増強モッドでヘルスオーブが落ちやすくなっているので非常に強いですね。これ一番最初に使ったやつですね。まあこれは4番も使ってシャドウも出すんですけれども、増強モッドのおかげで自分のね、防御性能が高くなってたりだとか、ヘルスコンバーションとかついているので、で、さらにはね、マグの増強もつけてっていう。で、デスポイルをつけると自分のヘルス下がるんですが、3番ね、発動すると。でも、その分ヘルスオーブがゴロゴロ落ちるので、全然ヘルスが削られたところで問題ないと。
っていう感じですね。でさらにはヘルスオーブ拾うとエネルギーも100回復するよっていうエクリウブリウムだっけ、なんか青いやつね、あのいろいろ使ってますけれども、まあそれがついてて、まあ全体的についてますね、そのモッド関連は。でこれが2番目と3番目に使ったやつで、まあテリファイ使って敵の移動速度を下げるよっていう増強モッドもついてます。ただ、オーバーエクステントがついているので威力が下がってて、本来は威力を下げない方がいいです。これはただね防衛仕様にするためにやっているだけなので。で、ナイダスの1番で引き寄せてっていう感じですね。撃破はもう1番と一緒に、で2番を使って敵をこうあっち行けってやるという感じです。まあもう本当にボタンの押し方も合理的というかシステマティックなので非常に使いやすいですね。でこれね、あのアーマー減衰とかスピード速度も下がっているので、まあこれを低下させたくない場合はオーバーエクステンドを外すだけで大丈夫なので、まあここも調整はしやすいのかなという感じです。はい、見事クリアしました。リベンモッドいただきました、ありがとうございます。ハピネスタークのハピネスでした。またね、バイバイ。君の瞳にキュー。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画が面白かった、参考になったという方はぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。また、こういったヘルミンスのアイディアも詰め込みながら動画やっていきますので、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。